こんにちは、浜中仁です。今回は、支那通史の第15節、第16節の2節を読みます。支那通史巻の1、中道代編、主編総論、第2章、人種の別、15節。チベット種は前後両蔵におり、自らインド、チャートリア、クシャトリアですかね、の、エイト少数、ケダシ、ダッタン、インド、領主、アイ、コンズル、ものなり。ちょっとここには問題ありまして、チベットは、やっぱりあの一つの、あれですね、独立した民族、ということです。多くは、公職をこととし、また工芸をよくす。仏教を信ずる、はなはだ深く、教王ありて、ラマという。尊数神のごとし、猛虎の仏陀も、また多くこれを、崇奉す。満州脱藩、皆国事あり、漢文と異なり、チベット人、国事をもって仏経を訳し、漢筆花肌王子、脱藩チベット諸部、皆慎重に親族す。しかも、政教多くはその民族に従い、中国の制度を用いず、ただこれを機微するのみ。支那通史巻の1、中道代編、主編総論第2章、人種の別、16節、江南諸蕃、小修楽、花肌多く、埋挙にいとまあらず、そのやや現るるもの三種、いつを、病と言い、湖南紀州におる。二を、陽と言い、湖南良好におる。三を、良と言い、雲南におる。諸種、皆、性、極めて元老にして、周囲中にあり、最も劣るとなす。けだし、皆太古土人の家にして、完備と繁殖するに及びて、退いて三国に寄れるものなり。新朝、土師を設け、その自治に任す。ことごとく各省の勝に属すといえども、軍権と姓を同じゅうせず。それではもう一度読みます。15節。チベット種は前後両蔵におり、自らインド・クシャトリア種のエイと称す。けだし脱藩インド領主愛根ずるものなり、多くは公職をこととし、また工芸をよくす。仏教を信ずる花肌深く、教王ありて、ラマという、尊数神のごとし。もうこの仏陀もまた多く、これを崇奉す。満州脱藩皆国事あり、漢文と異なり。チベット人、国事をもって仏経を訳し、
感じつ、はなはだ大し。脱炭チベット諸部、みな慎重に親族す。しかして、政教多くはその民族に従い、中国の制度を用いず、ただ、これを機微するのみ。16節、江南諸蕃、小修楽花肌多く、埋挙にいとまあらず、そのやや現るる者三種、いつを病といい、湖南紀州におる、二を陽といい、湖南良好におる、三を良といい、雲南におる。諸種皆、性極めて頑老にして、周囲中にあり、最も劣れりとなす。けだし皆、太古土人の家にして、完備と繁殖するに及んで、退いて三国に寄れるものなり、慎重、土師を設け、その自治に任す、ことごとく各省の勝に属すといえども、軍権と姓を同じゅうせず。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。